Yeah!
様、正面をお向きください。まずお祓いをいたします。まずお祓いをいたします。皆様、正面をお向きください。頭を下げください。次に、靴図にて服をお授けいたします。引き続き頭を下げください。ではどうぞお乗りください。Thank you.
一般の方で勝負を挙げてください。すいません、これから7期の
しか入ります。できませんか。Thank you.
ますが、
宮城のおみこしでございます。どうぞ皆さん手拍子でお迎えくださいませ。それではですね、総締め一本で皆様合わせまして、高梨会長に合わせまして、お願いいたします。お祓いをお受けいただきます。お直りください。それでは皆様正面の方をお向きください。あ、もうごめんなさい。お鈴の儀を行います。皆さん軽く頭を押さえください。お直りください。それでは正面の方を向きください。会長、それでは正面の方を向きください。二礼二拍手一礼の御作法でお参りをいただきます。
それでは2例よりどうぞ。2拍手を。もう1例を。どうもありがとうございました。それでは代表で高田氏会長にご挨拶をいただきます。お願いいたします。日本橋三地区町会長人形町2丁目の高梨でございます。簡単にご挨拶を申し上げます。ちょっと頼みますけども、どうぞ神田明神さん、神田明神さんを中心にですね、日本橋7日町会の皆様のご健康とご多幸を記念してご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、中央区の山本サイト様からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。日本橋地区のこの三の部、そして五の部の方々の大変その熱のこもった見合いを7期今拝見をさせていただきました。誠に立派な見合いであったと思います。いただいて皆様にお祝いの言葉とさせていただきます。大いに今後もこれまで以上に頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして当社宮司清水よりご挨拶を申し上げます。日本橋の皆様、本当に素晴らしい見合いをありがとうございました。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 それでは各みこし、まず浜井さんから準備をしていただきまして、神門の方から鳥の方にお進みをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
Thank you.